今日は2020年6月16日1時34分ですね。2020 June 16 1 o'clock 34。今日の最新聞はイージス・アショアの計画をやってますって書いてあるね。 Today's first article The government stopped the plan of the Aegis Ashore。 まあいいことだろうな。 Maybe it's a good。 まあ最初からね、こんなもので日本の国がね守れる、私は到底思えないね。 From the beginning, I don't believe such a machine could protect Japanese people。 こんなものを作ればですよ、逆にこれは相手の国からのターゲットになって、そこに相手の国からミサイルが飛んでくるということですよね。何もなければ安全な、そのイージス・アショアなる地域が、例えば北朝鮮からの攻撃の対象になって原爆ぶち込まれたらどうなりますかっていう話ですよ。 When such a weapon deployed such a facility deployed the area it become target of the bombing country。 For example,From the North Korea, there is a pond. There is a possibility. Atomic bomb, missile, fly to here. It's very dangerous. そしてこの今回諦めた理由というのは、打ち上げるときに途中で切り離すブースターが、誰が言った、何がうるせえだ、どんだけうるせえんだ、声の大きさがうるさいんじゃなくて話の内容がうるせえんだろ、恥ずかしいだろ、お前世の中でいいこと何もやってねえだろ、お前の声がうるせえんだよ、お前自分のさやってることが恥ずかしいだろ、お前エンマ様に会ってさ自分がやったことを説明してみ、何うるさいだバカ野郎、バカ野郎恥ずかしいと思え、お前きっと前にお前の子供が学校でいじめやってるかいじめられてるかどっちかだろうが、社会の成り行きに全然責任持とうとしてないだろ、自分さえ良ければ自分のことしか考えない、こういう人間がいるから世の中の状況というのが優しくなくなる、人に自分がされたら嬉しいことをしてやろうなんて全然思わない、自分がされたら嫌なことを誰かがされていたらそれをやめさせようなんてちっとも思わない、聞こえないよそんなところが、じゃあ何言うんだか、恥ずかしくないならこっちまで来いよ、俺のそばまで来て同じこと言えるか、おお来るか来るか、来い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 、本当に来れるか来てみよう、どうせダメだろうが根性なし、そんなでかい話したら、まあ、命が危ないぞ、少しはダイエットしろ、お迎えがすぐ来るぞ、ろくな死に方しねえぞ、悪いこと言わねえから自分の欲望をちゃんとコントロールしてだな、日常生活を規則正しくやる、食いたいものを食ってだけ食いたいだけ食って、やりたいことだけやろうとして自分の欲望だけ果たしてたらさ、エンマ様に会った時に顔向けできないよ、そんな人間が極楽に生かしてもらえると思うか、このバカだれが。そういうことだけどね、まあうるさいという声がありましたけども、私の声の大きさがうるさいんじゃなくて話の内容がうるさいんだよね、今ここに騒音計があるけれども、どんだけの音の大きさでうるさかったのか測ってみりゃ分かる。声の大きさがうるさいんじゃなくて話の内容がうるさい、自分にとって耳が痛い、
の成り行きに責任を持って、政府がやってることに関心を持って、まずいことが起きたらまずいと言おうじゃないか。そういう当たり前のことをね、嫌いな人がいるんだね。そういう人というのは強いものの言いなりになって、自分はその強いものから養ってもらえてればそれでいいんだ。そういう考え方の人。そういうことだね。お、警察の人が来たね。今のやつが、通報したのかどうか。よいしょ。幸い。よいしょ。どうでしょうか。ということですけどね。おまわりさん、こんにちは。まだ110番通報ですか。いや、それは個人的な話で警察がさ言うことじゃないよ。それは事実だ、事実を言ってるだけだよ。それ聞きなっちゃうと私は不利ですから。それは民事介入っていうの。いや、それは喧嘩が起きてから出動して喧嘩をやめなさいっていうのがあなたたちの仕事であってね。あなたそのね、向こうが喧嘩を打ってきたんだよ。じゃあ向こうの人に言いなさいよ。はい、今の人は私にうるさいと言って人を注意しに行くと。喧嘩打ったらろくなことがないから、あの人は憲法で保障された思想信条の自由、表現の自由をやってるだけであって、そんなにあそこで歩いてるところで耳がガンガンするほど痛いわけじゃない。私の話の内容が気に入らないんで、文句つけることに対してですよ。私の方にだけ注意するのは、ほら、介入で不公平だよな。そういう話です。さあ、本当に警察官があのおっちゃんのところに行くかどうか。ということですけどね。で、イージス・アショアの話に戻ると、まあ、こんなものがですよ。国民の生命財産を守るわけがない。かえって危険になるという話だね。そして繰り返し言いますけれども、日本の国の安全というのは憲法の前文と9条で、武力をでもって守るんじゃないというふうに言ってるよね。あ、I have to explain that speech. One person complained to my sound is noisy.で、I criticize you. You have no responsibility for society's future. Just complain that. Maybe your behavior is bad in the society. And two police officers came to here. And they asked to me, stop criticizing the person. They didn't say, my sound is noise, because there is a sound matter. My sound is so big, smaller than the noise of the car passed by. And I have to wait, what happened? どうなりますや。And Japanese return back to the story of the Iji Sashio. Japanese constitution declare our country protects our people, not the weapon. By constitution preamble and article number 9, 憲法9条と憲法全文で
私たちは武力でもって国を守らないと言ってるんだよね。でどうするかというと、他の国との信頼関係を、困っている国がいたら自分たちの国だけいいんじゃなくて助け合いますよと言ってる。 And not only think about our country, but when there are some countries suffer pain, they have a trouble, we will help them. そういうことによって信頼関係を築いて自分たちの安全を守ると言ってる。 Such a big deal. Create a good relationship. Faith each other. Trust each other. しかし残念ながらそういうことをこの憲法全文の精神を実行しようじゃないかという政治家は私は見たことがない。 However, I didn't see the politician who talk about this philosophy ofJapanese Constitution Preamble ということですけどね。
顔優しさを風が広げて苦しさの風は風はよみがえる風の風と風の警官2人、あの信号のところにいたんだけどね、さっきのおっちゃんに話をしたと思えないね。You started my song. Two officers stay near the traffic signal. They kept the ホワイトモーターバイクだね、ホワイトモーターバイク。But they didn't stay to the, that person.コンプレイントミーなんだかね I don't know what happened ということです。